プロサーファーというその収入源っていうのは、うん、主にどういったところになるのかななんて思いました。主にはあの契約メーカー、契約スポンサーとの契約金ですよね。年俸な数千万で契約する選手もいれば、月数万円しかもらえない選手もいたり。数千万円が日本人にいるんですか？あ、いますよ。はい、あのインターナショナルのエナジードリンクメーカーとかつくと、はい、それすごいですね。夢がありますね。タモリチャレンジ、今回のゲストはプロサーファーの紫藤茂明さんです。紫藤さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。非常におしゃれなサーフショップにお招きいただきました。ありがとうございます。鉄板の質問がありまして、はい、お金の話、はい、ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、プロサーファーというその収入源っていうのは、うん、主にどういったところになるのかななんて思いました。主にはあの契約メーカー、契約スポンサーとの契約金ですよね。それが年俸でドンって入るのか、月々サラリーみたいに入るのかっていうのはあるんですけど。プロサーファーは基本どこかしらのスポンサーが入ってるっていうのは普通ですか？まあそれなりに大会の成績優秀な方とか、うん、あとはまあ発信力のある人、はい、影響力のある人にはスポンサーつきやすいですよね。あ、ついてない人も中にはついてない人もいます、当然、はい、うん。JPSA の試験は、はい、まあ、司法試験より狭きもんだと言われて、はい、ああそうですね、はい、5% 以下だっていう話を聞いてるんですけど、 そうですね、はい、そんな狭きもんを通ったにもかかわらずスポンサーがつかない選手もいる。いますよ。それはやっぱり大会で成績が残せないから。もあるし、人との縁もあるし、あ、もうその選手の人柄もあるし、あ、まあ、いくら上手くてもね、まあ、人として応援したいなって思う選手じゃないとね、はい、あ、まあ、そうです。やっぱり、うん、ダメだと思うし、それかめちゃめちゃ性格悪くてももう矢をなしに結果出してくる選手、絶対上位に食い込んでる選手は ついちゃいますよね。基本一社なんですか、つくの？基本競合は NG なんで、ウェットスーツだったらウェットスーツ一社、アパレル、洋服だとかサングラス、ギア系、あとはサーフボードってあるんですけど、はい、最近では普通の不動産会社とか、まあ、ちょっと儲かってる太陽光の会社とか、はい、うん、いろいろ多岐にわたりありますよね。なるほど。例えばあの某大手のメーカーさんの場合、うん、まあ、どれもこうかぶっちゃうといえばかぶっちゃうじゃないですか。そうですね。そういう場合は一緒なんですか？まあ、でも契約内容によるか。あ、それはもうあのセレクトショップがつくんで、あ、まあ、多分何着ても自由だと思う。あ、そうですか、はい。まあ、これも契約内容によると思うんですけど、うん、一社どれぐらいがこう大体こう年間、いや、それね、人によって違うんですよ。まあそうですよね、スポンサーだからな。年俸な数千万で契約する選手もいれば、月数万円しかもらえない選手もいたり。数千万円が日本人でいるんですか？あ、いますよ。はい、あのインターナショナルのエナジードリンクメーカーとかつくと、はい、それすごいですね。夢がありますね。そういう選手ってもう海外遠征ばっかりなんで、世界中動き回る旅費とかに充てられて、そんな裕福な暮らししてるかっていうよりは、まあ、自分に投資してもう世界に出てっていう活動してますよね。まあそうか、まあ、1000万円はかなり稀だと思うんですけど、うん、僕知り合いにプロの方がいらっしゃって、はい、その方がいくらだって言ったっけ、70-80万って言ってたから年間、うんうんうん、そんぐらいってのは割と多いのかマジョリティなのか。あ、マジョリティっちゃマジョリティじゃないですかね。それより低いかもしれないな。あ、そうですか、うん、うん、稼げる人はほんの一握り。だって自分がプロになった時に22で合格したのかな、はい、プロテストで最初の月給3万円でしたか、ね、あ、でも月給だったんですか。月給でした、契約。はい、まあ、でもきついな、それきついな。でバイトしながら、はい、遠征費を稼いで、で練習もしないといけないし、バイトしながらプロになるみたいなの多いんじゃないですか。
よっぽど子供の頃から英才教育受けてた子たちは、中学高校でもうプロになっちゃうんで、その下積み時代っていうのはあんまない人も多いですよね、今の若い子は。ああ。現在の収入源っていうのは、スポンサー費用とショップ運営。スポンサー費用と、うん、ショップ。あとは、サーフボードブランドもやってるんで。はい。で、全国20店舗に卸してます。ええー、すごいっすね。はい。開発して、セールスして。あとは、まあ、ちょっと雑誌のコラム書いたりとか。はい。あと、モデル業もやらせていただいたり。多岐にわたってますね。そうですね。でも、競技一辺倒、まあ、カルチャー、ライフスタイル、云々なしで、やってきた方って、やっぱどうしても選手寿命が短いですよね。はぁ。うん。もうすぐ下から若い子上がってきちゃうんで、そっからの身の振り方は大変かもしれないですね。首藤さんはどこのポジションというか、位置に今いらっしゃるんですか？33ぐらいまではコンテスト、もう前線フォローしてたんですよ。はい、国内とか。で、実はあんまりその競技が好きじゃなかったんですよね。ああ、記事で見ました。得点つけられるのとか嫌だみたいな。そうそうそう、なんかルールに縛られたり、その枠でっていうのがすごい嫌で。はい。世界のプロサーファーのトレンドとして、はい。こうちょっとライフスタイルによったフリーサーファーって人たちが出てきた。で、いろんな板を乗ったり、まあ世界中旅して楽しいことを発信したりっていう流れがあった中で、俺もそうしたかったんで、もともと。はい。コンテストの選手時代から。で、そっちに転向しましたね。で、それがスポンサーさんたちも納得してくれたんで、契約金は変わらず、そういう自分の本当にやりたいスタイルができたんですよ。いや、めちゃめちゃ助かりますね、それ。そうなんですよね。でも、それまで築いてきたスポンサー様とのきっと信頼関係があってこそ、そういうのように至ったんだと思うんですけど。首藤さん、まあ、15歳からサーフィン始められて、はい、まあ、22でプロになったと思うんですけど、はい、5% しか受からないという狭き門を達成するまでに、挫折ってありましたか？挫折ありましたね。あれ、プロテスト、自分4回受けてるんですね。はい、あ、そうなんですか。はい。で、その最後の合格した4回目は、はい、もうこれでやめようと思ってた。ああ。ですよ。4回ってのは多いんですか？少ないんですか？受けてる人はもうずっと何年も受けてる人もいるし。ああ。一発で合格する人の方が稀かな。いや、そうなんですか。その、たくさんの方が不合格になってると思うんですけど、うんうん、そういった方ってどういったところに課題点があるとかって、まあ、それぞれ異なるとは思うんですけど、いつ諦めるかですよね。あ、もう何年も受け続けて諦めずにやってプロに合格した選手も見てるし、うまかったんだけど早めに諦めちゃってプロになれなかった人もなんかたくさん見てきました。だけ諦めないことじゃないですか。諦めないこと。その年齢、金銭面、いろいろあるだろうけど、やっぱ諦めないってすごい重要かもしれないですね。プロサーファーっていうのはやっぱりなるべきものだと思いますか？まあ、いろいろな方と私対談させていただいてて、はい、まあ、中には例えばボクシングとかもそうですよ、はいはい、いや全然食っていけねえんだから、うん、あんま進めらんねえなとか、あ、まあ、命にも関わるしとかいろいろあると思うんですけど、自分の子供には絶対やらせないとか。ですかね。金じゃないところもあるっすよね。まあ、仕事なんだけど、このパッションでやってるみたいな。好きだからやってるっていう。でも、パッションでもう好きだから夢中になってやってる人の方が、やっぱ輝いてるし、かっこいいっすよね。はい、そうっすよね。うん、だから、それやり続けてた人と、途中で挫折して諦めた人じゃ、もう20年、30年後の多分、印象違うんじゃないですか。そうですね。うん。まあ、諦めなければ失敗はないですからね。まあ、人生一度だしね、はい、やらなかった後悔の方がリスクですよ、はい、やって失敗した方がいいですよね、はい、うん、私も本当にそう思います。首藤さん、私のことをたくさんご存知だと思うんですけれども、はい、どうされました？ご存知だと思うんですけれども、私に質問いただいておりまして、はい、もし何か質問あればいただけますか？で、いろんなアスリート見てるじゃないですか、はい、いろんなスポーツジャンル見てるじゃないですか、はい、これからこのスポーツ来るよ、このジャンルカテゴリー熱いよってなんか気づきはありますか？結論から言えばないですね。ない、ない。今のところ
サッカーがほとんどで、うん、私がサッカーやってたのもあって、うん、であとアーチェリーでしょ、うん、俺これからの時代、はい、結構ニッチのところを突き詰めていった方が成功するんじゃないかな、マスより思います。うん、だからちょっとニッチカテゴリーのスポーツ、はい、とかトライしたら結構ね、卓球だって一昔前はそうっすね、え卓球みたいな、ちょっといけてない感じのスポーツだったけどね、はい、今じゃすごいですからね。確かにスポーツ自体は僕はこれから伸びるとは、全部が伸びると思ってて、うん、今 AI 社会になってて、うん、いろんな仕事がこう奪われてきて、うんうん、なんかもうちょっとしたらこう働くっていう概念が少しなくなってくるのかなと思ってて、うん、そうですね、うん、でそうするとこう人が頑張っている努力とか、うん、プロセスにお金がつくんじゃないかなと思ってて、うんうん、こう家で涙することって、うん、なんかドラマや映画もしくは、はい、もうスポーツしかなくて、うん、そういう感動がこの先ビジネスなのかなと、うんうん、だスポーツっていうのはこれから伸びてくると僕は思ってますけどね、うんうん、変わりがないというか、うん、勝った負けたっていうのも重要なんですけど、興行として見せるショー的なコンテンツとしてやっぱ成り立ってなきゃダメだろうなと思ってて、はい、その点ね、あのマススポーツは見せ方うまいんですけど、プロサーフィンだとちょっとまだ工業化はできてないんで、ショーにしないとね、やっぱりねお客さん来てくれないんですよ。で現状プロの大会見るのはタダで見れますからね。サーフィンってカテゴリーで言うと工業化しないとこの先良くはないだろうなとは思ってますけど、お客さんからお金いただいてそれなりのものを見せると、はい、選手のファンサービスも含め見てと思いましたけど、結構ずっと見てられちゃいますよね、波に乗ってる姿って。そうですね、昨日何回も見てましたね。それは俺の動画見ました。見てました。ああ、俺の動画はもう気持ちよさを追求 してるんで。あ、そうなんですか。見てる方も気持ちよくなると思います。そう、話変わりますけど、僕サーフィンたった一度だけやったことがあって、はい、後輩に連れられて、はい、なんかザッパーンってきたとこ下から潜るやつあるんじゃないですか、はいはいはい、なんていうんですかね、こうやって潜る、はいはいはい、ドルフィンする。あ、ドルフィンするですか。ドルフィンする。でそれをするって言われて、うん、でもこうしようとするとザッパーンってこうなるわけですよでそれ3回ぐらいやると帰ろうってなっちゃったんですけど、うんうんうん、みんなそうですか、あれ初めて。いや、結構そうですよね、最初のうちは。ずっと行けないですもん、だってあの沖の方やっぱりね、いい先生に教えてもらった方がいい沖の方を普通にあれ行くコツがあるんですか、初心者でも。初心者はもう危ないんでちょっと手前の浅瀬でやってもらいたいですけどね。ああ、うん、そうなんですね。結構流されて帰って来なくなっちゃう人もいるんで。あ、そうれなくなっちゃう人もいるんで。いや、おっかないなそれ。そうなんですよ。今でも誘われるんですけど、うん、だその苦い思い出があって、うん、ザッパーってこういや、今はもう50代デビューもいますからね、最近は。あ、そうなんですか。うん、シニアの方多いですよ。あ、そうです。男性も女性も。まあ、この番組を改めてご説明しますと、はい、まあ、私がアスリートを招きして、アスリートの方がアスリートを紹介して、はい、いつの日かタモリさんをお招きしたいという野望を持っておりまして、はいはい、紫藤さんにも友人を紹介していただきたいなと思うんですけれども、はい、どなたをご紹介いただけますでしょうか。次は宮原城さん。どういった選手ですか。空手の世界チャンピオンです。世界チャンピオン、はい、なるほど、楽しみにしてます、はい、では紫藤さん本日ありがとうございました、はい、ありがとうございます。少し歩こう